なんとなくさいけな新宿駅西口広場。この広場に来たならば、より国家権力ってものは、僕たちのこの地下広場に、おそらくなったのではないか、そういうふうに考えるんです。これは何かをやるつもりで来るんだ。朝8時過ぎ、通勤電車は新宿に活気と混乱を持ち込む動脈。灰色の群れが続々と職場へ。午前10時、華やいだ雰囲気に一変する新宿。流行を作るデパートのショーウィンドウ。若者の街、新宿の素顔が覗きます。車、車、人、人、生活もあります。白昼、風天だけが排気ガスの中で気持ちよさそうにシンナー遊びにふけっています。異常と正常の区別が定かでない街、新宿。そこへ現れたのが社会党の成田さん。しかし昼間の新宿は忙しいか全く暇のどちらか。一日140万人が利用する新宿駅は宣伝に格好の場所。入国管理法って何だろう。政治への素朴な参加です。午後4時過ぎ、どこから集まってきたのか、広場はあっという間に若者でうずめ尽くされました。土曜日の主役、フォークゲリラの若者たちです。たちまち7000人の大合唱。爆発しそうな若いエネルギーに倒れる人も出る始末です。西口広場はヤングパワーのたまり場、そして自己主張のショーウィンドウ。世間の批判とは別に、ここにはお祭りのような雰囲気さえあります。靖国神社はね、国家でね、統治すればね、また日本をね、第3次のね、今度あなたのね、戦争をね、彼は起こそうとしたわけでしょ、佐藤さんは。靖国神社をね、国家で維持しようとして、だから僕らはそういう意図にあるね、法律には反対したわけです。今のね、日本人の世の中みたいにね、一人でも多くの人を蹴落としてね、自分だけで生き残るって、そういう考え持ってるからね、この世界絶対良くならんでしょ。世界は全部ね、社会主義でね、終電間際になっても一向に解散しそうにない集会に、この日ソフトムードで警備をしていたおまわりさんもついに実力行使。時間の経つのも忘れた野人馬は、そして次はサーキット。太平の世の眠りを覚ます若者たちの暴走。新宿駅が静かな眠りに入るのはほんの数時間。新宿はさまざまな欲望や主張のショーウィンドウ。今日も何事もなかったように、昨日と同じ今日を迎えようとしています。